皆さんこんにちは。お絵かきうまくなろうクラブ、本日はですね、開催中の似顔絵コンテストの投票会のご案内になっております。今ここに記載しているように第12回大湯市似顔絵コンテストでモデル安室奈美恵さんで作品を1ヶ月ぐらい募らせていただきまして、だいたい90作品ぐらい全国各地の似顔絵アーティストさんからの作品が集まりまして、ご参加いただいた方本当にありがとうございます。今回は投票のご案内ですので、この動画を視聴していただいている皆様に投票権がありますので、お一人様2名の好きなアーティストさんをコメント欄に記載いただくようにお願いします。で、どんな風に作品見るかを改めてちょっとこちらで確認いただけたらと思うんですけども、まず概要欄のお絵かきうまくなろうクラブインスタグラムに飛んでいただいて、下にスクロールするとですね、下の方にこの第12回似顔絵コンテストモデル決定というのをタップしていただきます。この中に、12回コンテストのご案内って書いておりまして、一番下の方に OUC 安室奈美恵2020ってあるので、これをタッチしていただいたらエントリー作品がたくさん載ってます。で、このトップっていうところだと全部の作品が載らないので、この右側の最近っていうところをタップしていただいて、そしたら今回エントリーいただいた皆様の作品が表示されますので、ここから検索していただくというか見ていただく形になります。これがもう作品ギャラリーになってます。ここのギャラリーの中から約1週間、来週の23日水曜日の24時までこちらの動画のコメント欄で受け付けておりますので、そちらにコメントいただく形です。では今回エントリーいただいた作品をちょっと見ていきたいと思います。こんな感じで全身とアップの画像2つ投稿いただいている方もいるんですけども、そちらは2つで1名のアーティストさんという形でカウントいただけたらと思います。デフォルメからリアルまでちょっとたくさんの、ね、種類のイラストが集まっておりますので、ここから皆さん本当にこんな感じで見てたら、わ、めちゃくちゃ可愛いなとか、すごいリアルでうわかっこいいなとかですね、もしくはデザインが可愛いなとか、いろいろとこう悩ましいと思いますので、この中から、好きなアーティストのアーティスト名をコメント欄に記載いただきます。めちゃくちゃいろんな安室奈美恵さんが集まっておりますね。すごいリアルな、すごもう、毎回ですね、大会にご参加いただく皆さんの種類と、レベルがアップしていっておりまして、もう我々もびっくりな状態なんですけれども、でこうやって下まで見ていただいたら全作品になっております。でここ、例えばこのコンテストの案内、これタッチしていただいたら左上に OUC2017 って、これがアーティスト名になりますので、皆さんにはこのアイコンの横のアーティスト名を2名ですね、好きなアーティストさんが2名決まりましたら、動画に戻っていただいて、このコメントというところありますよね、ここにコメントをタップしていただいて、例えばティーンボーグとかですね、これ例えばです、僕と花さんは例えばなんですけど、グとかで、あともう一人が似顔絵花と、で、これで送信ボタンを押していただいたら投票完了となってますので、皆さんもこんな感じで投票していただけたらと思います。期限はもう一度お伝えしますと、来週の23日水曜日の24時まで、その1日が終わるまで投票可能となっております。またそこからですね、我々が投票集計して結果発表とさせていただきますので、ぜひもう視聴者の皆様、どんな方でも投票可能ですので、投票ご参加よろしくお願いします。はい、というわけで今回は投票のご案内となっておりました。今並行して開催しておりますこちらのお絵かきうまくなろうクラブ、ね、第5回コンテストのスタジオジブリをテーマにしたチャレンジイラストというんですかね、ファンアート募集しておりますので、そちらもご参加お待ちしております。で、あともう一つですね、1週間に1回モデルを決定して皆さんでお絵かきをしようというお絵かきウィークっていうのも開催しておりますので、そちらも大阪直美さんで募集しておりますので、皆様のご参加お待ちしております。また細かい詳細はインスタグラムまでチェックお願いいたします。というわけで、今回はここまでとなっております。それでは皆様のご参加お待ちしております。さよなら。